一心報いてんな。負け戦の醍醐味だぜ。じゃあね、再開していきましょう。ここまで来ました。です終わりです。信長様の剣その礎となりなさい。退却も塞がれた。勝頼様をやらせませんしやがった。結構嫌なんだよね、近々って。一生打ち取ったり。わしの若い頃思い出すの。これで詰め所潰すだけだよね。結構厄介なんだよな。ジュブリッチがジュバク武田カスよ、ここに屍を探せ。ああ、あとは半蔵だけか。これだから2つになってる。邪魔だなぁ。もう邪魔だの一座、これに見よ。まだこの1の時は普通に忍者なんですよね。4なんだよあれ。4になると完全にお忍びやめちゃったの。どっかの戦隊ヒーローっていう感じしか見えないんですけどね。調子が出てきたな。ゲイツさんの天敵相当だったような気分がするね。なんでだろう。年寄りをいじめるものではないわ。なんとかお守りできたか。また嫌がる。あまりに多くを失いすぎた。まだなぜやるか。信長を食い止めなきゃ逃げ切れねえ。生き残ってどうなるのです。まずは生き残っての話だ。まだ嫌がんな残敵。こいつらだ。残敵不在。鉄砲持ってやがる。全ての者の脇地に倒れる定めよ。援軍急げ。武田に滅びをくれてやれ。くれてもらう前に潰しましょう。
わざとここから潰しとくか、一応見てられないな。あんたの心の中にはちゃんと大事なもんが生きてるぜ。また会おう。必ず貫き通してみせる。今回の授業はね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。